小児がんと闘う5歳の男の子、レオ君。番組では先月、重い病気の子どもの遊びや学びの施設、横浜こどもホスピスで楽しく走り回る姿をお伝えしました。それから1ヶ月、病状が悪化し、自宅での療養に移ることになりました。そこに寄り添うのは、ホスピスの第二の家族たちでした。重い病気を抱える子どもとその家族たち。治療の合間の限られた時間に楽しい思い出を作れる場所として生まれたのが横浜こどもホスピス海と空のお家です。利用者の今村レオ君5歳。この夏、ここで一足早い真夏のクリスマス会を開きました。冬までちょっと生きるのが難しいそうなので、なんかお願い事を叶えること叶えてあげたいなって。1歳の時に神経のがん、神経芽腫を発症。治療を頑張ってきましたが、7月最後の頼みの綱だった抗がん剤が効かなくなりました。次はお泊まりを計画して入院生活に戻りました。しかし、この日が最後の利用となりました。入院中に容体が悪化。もうやだ、気に飽きだって。やだ。余命は3週間ほどと告げられました。医師と相談した両親の選択は、自宅で最後の時間を過ごすこと。1ヶ月前にホスピスでは走り回っていたレオ君は、退院して自宅に帰ってきた時、もう起き上がることができなくなっていました。今やっつけてんだよ、バイキンさん。ね、終わったら全部クランプとか全部取れるからな。ね、また遊べるから。うん。ね、ありがとうね。検査調べたら、尿管が腫瘍で圧迫されておしっこが流れてない。で、こっちの腫瘍がある方が真っ黒になってて、人狼をつけないと、尿道みたいな管つけないとおしっこ出ないからつけようってなって、それでもう治療終わろうって思っていっぱい頑張らせたから、そしたら今度体中痛みが出てきて枕元には最も強い麻薬性鎮痛薬のモルヒネ。それでも全身にできた腫瘍による激しい痛みは完全になくすことはできず、なんで自分じゃないんだろうって、こんな残酷だと思わなかった自宅で過ごす時間は家族全員にとってかけがえのない反面、我が子の苦しみにどう対応するか、想像を絶する葛藤や困難が待ち受けていました。すごい。そんな中、家族を支える存在が。来てくれたのは子どもホスピスのスタッフたち。手にはレオ君お気に入りの大量のぬいぐるみ。出張ホスピスの開催です。ここ
クさんどこで作ってもらうシチューミーアキャットさんたちそっちでじゃあ作りましょう、みんなで。リンタン、いなくなったら嫌だ。ずんちゃんいなくなったら嫌だって言ってレオくんが離れたくないのはスタッフで看護師のずんちゃん。私的には友達だと思ってるけど今日どうだった。よかった、その言葉聞けると思わなかったな。レオくん、今日来たよ、ごめんね。来る日も来る日もスタッフたちは空いた時間を縫って応援を続けます。レオくんに会いに来るよ。レオくん、なおちゃん、パパ、ママ、みんな大好きだよ。しかしその時は待ってくれませんでした。今村レオくん5歳、5年7ヶ月23日の命を駆け抜けました。心臓止まるってとこ、いやもうありがとうっていっぱい、うん、みんな一緒だよって、ね、やっと走れるようになったんだよ、うん、もう薬も飲まなくていいしね、注射もしなくていいし、病院も行かなくていいし。この日のうちにホスピスのスタッフも続々と駆けつけました。よく頑張ったね。ありがとうございます。ママもよく頑張ったね。あ、いえいえ、ママもナイス。レオくんが大好きなずんちゃんの姿も嬉しいね。めっちゃ頑張ったね。ホスピスの代表理事田川久人さんは同じく娘を看取った経験がある親の一人。我が子の死にどう向き合うか一緒に考えます。誕生日会とかやろうね。それ聞いてなかった。言っていいですかって。もちろん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 、ずっとってずっとあれだもん、家族のまんまだから。なんか命なくなったのに言っていいんだって思って。いや、それは病院だから。それは病院、そこで関係性なくなっちゃうけど、このホスピスは違うもん、ずっと一緒。それだってレオ君の思い出、みんなスタッフみんな知ってんだもん。まあ人それぞれその時間長さは違うかもしれないけど。やりましょう。両端は良くなることないけど、やっぱ心支えられてめちゃめちゃ、うん。ね、海と空の落ちなかったらうちらね、もっと寂しかった。うん。幸せだなって思えることいっぱいなかった。幸せ幸せ。両端は幸せ。生まれてきてほとんどの時間を病と共に生きたレオくん。それでもここ横浜子どもホスピス海と空のお家が生きた時間を輝かせてくれました。いっぱい楽しい。小さな体で精一杯頑張り続けたレオ君に送った母ともみさんの言葉、頑張った、やっと楽になったというこの言葉が本当に心に残りました。そうですね、終末期と言われる時期に何か支えがあることがいかに大切か、当事者の親も僕がその時を迎えて初めて気づくんだそうです。また全国に2カ所しかないこの子どもホスピスの存在意義を知ってもらって各地に広げることはレオくんの両親の夢でもあります。
レオ君が生きた時間につないだたくさんの縁が、病と闘う多くの子どもたちと家族の新たな希望につながってほしいと思います。